皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は2020年8月12日の新入荷情報についてお伝えいたします。毎週その週に入荷いたしました水草、レイアウト素材、そして水草用品の中からいくつかピックアップしてご紹介をしております。今週なんですけども、まず冒頭に営業スケジュールについてご案内いたします。で、現在お盆期間ということで、まあ、本来ですと明日木曜日は、午後3時から8時までの営業なんですけども、お盆の特別スケジュールということで午後1時から午後5時までの営業となります。お間違いのないようによろしくお願いいたします。で、あさって14日につきましては、リザーブのお客様専用日ということで、お店は定休日となります。で、今回の新入荷情報の内容なんですけども、まあ、通常は水草とレイアウト素材をご紹介することが非常に多いんですが、今回は気分を変えて、水草用品、アクアリウム用品の器具についてご紹介をしていきたいと思います。で、水草につきましては一種類だけちょっとご紹介したいものがありますので、そちらを最初に、ちょっとご紹介して、その後水草水槽器具についてご紹介をしていきたいと思います。はい、ではまず最初に水草を一種類だけご紹介したいと思います。久しぶりの入荷になったんですが、こちらです。インバモです。名前の通り日本の水草になるんですけども、まあ、このライトグリーンの半透明の葉っぱが非常に美しくて、とても涼しげな印象のある水草かと思います。輸入の水草と比べますと、まあ、派手さであったりとか存在感の強さはないんですけども、やはり日本独特の和の渋さがある水草だと思います。まあ、この水草の使い方なんですけども、まあ、例えば日本の、和の、景色、水景を再現されたい方であったりとか、もう渋い水景を作られたい方にとってはとてもいいのかなと思います。育成につきましてはちょっと難しいところもあるんですけども、日本の水草ということで、水温、低めで CO2 添加された方がいいのかなと思います。葉っぱのサイズからすると、後ろなるべく後傾で、使っていただくといいのかなと思います。前の方で使ってしまいますと結構丈が伸びてしまいますので、後ろの水草を隠してしまったりということになりますので、まあ、後傾で使っていただくと、遠近感が出たりとか、まあ、そういった効果もありますので非常にいいのかなと思います。はい、では次にアクアリウム用品器具をご紹介したいと思います。今回はエディエ製品をいくつかご紹介いたします。そのエディエ製品の中でも全然今物がなかったりとか、非常に品薄で久しぶりに入荷したものに絞ってご紹介いたします。では一番最初にこちらです。こちら FC ツールスタンド、比較的新しい商品なんですけども、まあ、非常にこう欠品期間が長いというか、物が全然こうね、供給が追いつかないという、商品になってるんですけども、まあ、久しぶりに、わずかなんですけども入荷がありましたのでご紹介しておきます。で、こちらは一体何かと言いますと、長年水草水槽をやっておられるとこういったツールちょっとね増えてくると思うんですよね。ハサミであったりとかピンセットであったりとか、あとまあ苔をね取る器具であったりとか、まあそういったね機材がどんどん増えてくるときに、収納が皆さん困ると思うんですけども、でこちら非常に美しくそういった、ツールを収納できます。まあこんな感じで、穴の中に、ハサミとかピンセットを入れたりとか、あと下は液肥が入ったりとか、あと AP グラスと言いまして、餌をね、やるようなものがこの上に入ったりとか、まあいろんなものをコンパクトに収納できるということで、非常に人気があります。特にこうね、入荷してもすぐになくなっちゃうという商品になってるんですけども、で、こちらの詳細な使い方につきましては、わさび水草チャンネルの過去の動画で、レビュー動画を作っておりますので、そちらの方を見ていただければ、どういった、ツールがどのように収納されていくのかっていうのを全部、動画にしておりますので、そちらの方を参考にしていただければと思います。こちら下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味ございましたら見ていただければと思います。はい、次にご紹介するのが ADA のキューブガーデンシリーズ、水槽になります。こちらが今一番 ADA でおそらく品薄が続いている商品かと思います。まあやはりこの水槽を立ち上げる方がとても多いということで、まあ2代目3代目で買われる方とかもおられると思うんですけども、非常に品薄になっておりまして、まあ当店でも先日、60センチ、30センチキューブあたりが、しっかりと数が入ってきました。まあ実際に当店にご来店いただいて、商品がもう売り切れっていったことにもあり得ますので、まあその点につきましてはご了承ください。で、実際に当店の展示水槽もすべて AD のキューブガーデンを使っておりまして、やはり他社メーカーさんの水槽と比べましても、ガラスの透明度が非常に、高かったりとか、あとシリコンの接着具合が非常にこう綺麗に目立たないようにくっついてたりとか、まあそのあたりも非常にクオリティの高い水槽なので、もしね、水槽を、どれにしようかなって迷っている方がおられましたら、ADA のキューブガーデンも選択肢の一つとして入れていただければいいのかなと思います。
あと非常に品薄になっている商品といたしまして、外部式フィルターのジェットフィルターシリーズ ES300 そして150、そのあたりも非常にこう商品が今現状なかなか供給が追いつかないということなんですが、まあ現状当店では在庫しておりますので、お探しの方がおられましたら一度ご来店いただければと思います。まあ、ES300 につきましては、45センチ水槽もしくは60センチ水槽まで、使用できます。ES150 につきましては30センチキューブであったりとか、まあ、それ以下の、ちょっと比較的小さめの水槽にぴったりかと思います。で、あと60センチ水槽でもっと、強くろ過をかけて水をきれいにされたいという方につきましては、ろ過槽に余裕のある ES600 シリーズを選ばれるといいかと思います。で、こちらにつきましても、在庫の方ございます。あとその他 ADA 製品につきましてはこのような感じで当店の場合しっかりと在庫数、確保しておりますので、基本的にはお探しの商品は、見つかるかなと思います。まあ、一部欠品のものも、お盆期間中ということで、入荷が途絶えておりますのでないものもあるんですけども、もう大方、いつも通り9割以上は在庫をしっかりと確保できているかと思います。何かお探しのものがございましたらご来店の上ご相談いただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、このような感じで今週は ADA 製品についてメインでご紹介をいたしました。で、今現状なんですけども、非常にコロナの影響があるというか、アクアリウム業界なんですけども、今、非常にこうブームというかね、もう大ブームというよりも密かなブームぐらいですかね、になっているということで、やはりご自宅に、いながら、自然を感じられたりとか、まあ、癒しを得たりとか、まあ、そういったことで水草水槽の価値が今までよりもちょっとね、見直されているというか、まあ、そんな状況になっているかと思います。まあ、そのため、まあ、ADA さん以外もそうなんですけども、他のアクアリウムメーカーさんでも、60センチとかね、30センチキューブとか、まあ、そのあたり人気サイズの水槽が品薄になったりとか、非常にこう供給がもういっぱいいっぱいになっている状況になっております。なので今までですとね、もう本当に、まあ、いつでもいいやみたいな感じで、あの皆さんもね、まあそのタイミングというかね、急いでこう商品を買うってことなかったかと思うんですけども、まあ、しばらくの間はやはりこう品薄になる商品につきましてはある時に、ゲットされておいた方がいいのかなと思います。やはり水草水槽って立ち上げる時のかかる時間って非常に多くなりますので、皆さんもこの日しか立ち上げられないというのがあれば、前もって機材であったりとか、必要なものを前もって段取りしてこう、スケジューリングされておく方がいいのかなと思います。で、今回ご紹介いたしましたアクアリウム用品器具についてなんですけども、代わりとして使えそうなものにつきましては下の概要欄のところにリンク貼っておきましたので、もしご興味がございましたらそちらの方から見ていただければと思います。また来週も新入荷情報をお伝えしたいと思いますので、継続的に見ていただければと思います。で、もし今回の情報お役に立てたってことがございましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しく思います。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。